ってるので、そこに傷がつきやすいというのがあります。で、この施設で一番考えなきゃいけないのは、塩分濃度、であとは日光がですね、イルカの目を傷つきやすい原因になってます。人間でもそうですよね。サングラスずっとかけてなくて、こういう暑いところにいると、目にこう、なんていうんですかね、染色、色が沈着したりすることがあります。言ってる自分がサングラス全く使ってないのがありますけど、とりあえずイルカにもですね、そういった、白い線なんかがですね、できることがあります。というわけで、じゃあどうすればいいか。日光が問題ということは、どうしてでしょう。ですよね、日陰作りゃいいんですよね。さっき見ていただいた通り、日陰作ろうと思ってなかなか難しい作りになっております。なので